はい、それでは今回は 2-1 母平均の差の仮説検定について話をしていきたいと思います。まずはですね、例題の確認をしていきます。コンビニ A 社とコンビニ B 社においておにぎりの重量の母分散はそれぞれ9、10となるように工場で製造されている。 A 社のある店舗から50個、 B 社のある店舗から60個を無作為に抽出したところ、標本平均はそれぞれ 110.7g と 109.3g であった。2つのコンビニにおけるおにぎりの重量に差はあると言えるか、有意水準 5% で検定せよということになっております。まあパッと見ですね、 A 社と B 社のそれぞれですね、標本を引っ張ってきて標本平均を計算してみたら 110.7g と 109.3g ということで、パッと見ですね、差はないような感じに見える。